すっかり秋めいてきました。スポーツの秋、読書の秋、食欲の秋、皆さんはどんな秋を楽しみますか？マイシティ土浦は土浦市からのお知らせやイベントなど身近な話題をお届けする情報番組です。それでは初めに土フォトのコーナーです。すっかりおなじみとなった土浦市のイメージキャラクター土丸。この土丸を土浦市内はもちろん全国各地に連れ出して写真を撮って送ってください。土丸オフィシャルフェイスブックに掲載したり番組でも紹介したりします。今回の写真はこちら、郵政のママさんからの土フォトです。9月に開催された救急フェア in 土浦2017の会場で撮影したそうです。土丸と同じ救命士の服を着て息子が大好きな土丸と一緒に撮りました。救急車の中やはしご車など間近で見れてとても充実した一日でした、というコメントをいただきました。郵政のママさん、投稿ありがとうございます。応募方法など詳しくは番組の後半にお知らせします。続いてはお知らせマイシティのコーナーです。今週は上高津貝塚ふるさと歴史の広場第20回企画展、中世の道鎌倉街道、秋の上高津貝塚ドキドキ体験2017、土浦市消費生活展2017新張展、世界古商会議開催記念ウォーキング大会、第12回土浦市環境展のお知らせです。はじめに上高津貝塚ふるさと歴史の広場第20回企画展、中世の道鎌倉街道のお知らせです。土浦市内に今も残る中世の道鎌倉街道、その周辺には石造物や史跡などさまざまな歴史的遺産が現在まで伝えられています。企画展では市内に残された鎌倉街道をもとに関東各地に伝えられる鎌倉街道を紹介します。期間は12月3日日曜日まで。期間中に記念講演会やギャラリートーク、土浦の鎌倉街道を歩く会なども開催されます。また11月11日土曜日には大昔の暮らしとジオパークについて楽しく学べる体験型イベント、秋の上高津貝塚ドキドキ体験2017を行います。砂絵で作る筑波山地質図や火起こし体験、どんぐりへのお絵描きなど内容も盛りだくさんです。また小学生以上が対象の紙飛行機作りでは競技用の組み立て式紙飛行機を作って飛ばします。こちらは申し込み制で定員は先着20人です。詳しくは上高津貝塚ふるさと歴史の広場までお問い合わせください。続いては土浦市消費生活展2017新張展のお知らせです。市では消費生活に関する問題点や暮らしに役立つ情報を市民の皆さんに知ってもらい、日々の生活に役立ててもらうため消費生活展を開催しています。今回のテーマは行動しよう、消費者の未来へ。日時は10月28日土曜日、29日日曜日の2日間、会場は新張ショッピングセンターサンアピオです。内容は各団体のパネル展示や消費生活に関する相談、啓発活動などです。
10月29日の午前11時から午後0時30分には会場内で土丸フェスを開催。土丸と一緒に遊べるイベントを行います。詳しくは消費生活センターまでお問い合わせください。次は世界呼称会議開催記念ウォーキング大会のお知らせです。各コースの日程は、北浦コースが11月5日日曜日、日沼コースが11月18日土曜日、西浦コースが12月3日日曜日です。参加費は100円となります。お申し込みなど詳しくは霞ヶ浦問題協議会までお問い合わせください。最後は第12回土浦市環境展のお知らせです。日時は11月11日土曜日午前9時から午後3時まで。場所は新張トレーニングセンターです。内容は茨城工業高等専門学校による面白科学実験賞のほか、ハイガラスアート工作、小中高生による環境学習に関する展示などです。詳しくは環境保全課までお問い合わせください。毎週土丸の写真を紹介するコーナー、土フォト。今回紹介した写真はこちらの1枚。それでは応募方法をご紹介しましょう。土丸グッズと一緒にお気に入りの場所で撮影した写真をメールで送ってください。その際、撮影した場所、一言コメント、お名前も忘れずに記載してください。なお、お名前はイニシャルやペンネームでも OK です。ただし、内容によっては掲載および放送できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。皆さんのご応募お待ちしています。続いては土丸を探せです。どこにいるか分かりますか？答えはこちら。次はウォッチング土浦です。今週は第86回土浦全国花火競技大会の模様をお送りします。10月7日土曜日、市内桜川畔で第86回土浦全国花火競技大会が開催されました。この日は前日から降っていた雨も上がり、時折日差しも見せる中、会場には年に一度の土浦の花火を見ようと大勢の見物人が集まりました。やっぱり現場に来たら迫力が違うからね、友達から声かかったから、ね、せっかくだから行こうっつって、東京の方から。人が多いですね。あとこの雨が止んでよかったですね。やっぱりよその花火大会じゃ見れないような作品が見れるってところですか？花火楽しみ。競技大会なので、いろんなところの、花火師の綺麗花火が見えて、とても、いいなと思います。今年は全国から54の煙火業者が参加。10号玉の部、創造花火の部、スターマインの部とそれぞれ競技が行われました。それでは各部門の優勝した花火をご覧ください。
そしてこの中から最も優れた花火には内閣総理大臣賞が贈られ、今年はスターマイン10号玉の部で優勝した茨城県の野村花火工業株式会社が受賞しました。また大会の目玉であるワイドスターマイン土浦花火づくしも迫力満点で、会場を訪れたおよそ75万人の観客たちは光と音のハーモニー、土浦の花火を堪能していました。マイシティ土浦では暮らしやお出かけに役立つ情報を皆さんにお伝えしていきますので、これからもぜひご覧ください。今週は市民アナウンサー相島がお送りしました。帰り道急いで微動